ルミとナッチのストレッチ。足首のストレッチをします。まずはアキレス腱を伸ばします。次に足首を回します。いろいろなラインを歩くのでしっかり伸ばして怪我予防をしましょう。さあ皆さんもご一緒に。呼吸は止めず左右の足を交互に繰り返します。寒い時期は特にしっかりストレッチを行い怪我をしないようにしましょう。3、4、5。弱い弱い完全に弱いですよ私いやでも変な話こんな感じで太った方って、ね、こんな感じなんだな。振りづらい打つときそんな感じですよ。でも結構見ますからね。 俺20年前のスーツ普通に未だに着れるからね。やば。20年前のスーツ普通に着て体型変わんないね。変わってないね。えでも絶対変わんないですよね。私も変わんないですね。りょうこさんも絶対もう昔から変わんなそう、ね、あんまり風もなくなったね。120ぐらい打とうかなと思ってます。あそれぐらい打つ、まあ、ピン奥だからね。寒いから飛ばないかもって、うん、俺もそう思って8番ぐらいにしたんだけどねだけど引っかかっちゃ一緒だよね。まだ笑っちゃいますねこの格好。いやそう2人あのゴルフの話するとき真剣に話すじゃないですかこの格好忘れてるから顔だけマジなんですよ顔だけマジですごいゴルフのこと真剣に話して。いやいやいやそうだよね。それがすごい面白い。だんだん自分でここから下見えてないからねそうなんだけどと思ってささっちゃった。おでかいだろオーバー。新しいルーティンみたいな